トライアルビフォーザ WJT ユゼフ・ヘウモニスキが、ワルシャワ国立美術館フォークトは、神聖ローマ帝国における大官、または大弁人であり、その領地の仕事裁判を司る領主の称号。ラテン語のアドボカートスから派生した語である。また、フォークトが領する土地をフォークタイという。また、この語は、村長も意味する。フォークトの社会的立場や権限は、 イングランドの大官や執行官程度の低いものから非常に高いものまで様々であった。教会の領地と関係のある貴族や君主の一族がフォークとの任につくことが多く、しばしばその地位を自らの利益のために利用した。フォークとの概念はここドイツ語のマントに関連しているが、同様に物理的守護者及び法的代弁者の意も含んでいた。カール大帝は、 教会の領地を間接的に統治するためこのような役人を任命したが、フォークとは宗教的な事柄や宗教裁判において教会の行為者や組織を代弁する立場にあった。教会は俗児に関して活動しないことになっていたため、このような代弁者は古代末期頃から教会により任命されてきた。それゆえ、修道飲料や、 司教領などは白などの属界の領主の支配からは独立しており、フォークトがその地の部隊を指揮して守護する領主の役割を担った。また、白に代わって裁判を司った。神聖ローマ帝国時代になると、フォークトの語は境界フォークトと帝国フォークトの両方に対して用いられるようになった。帝国フォークトはラントフォークトと都市フォークトにさらに分けられた。 また、フォークトの語は、領地の行政官に対しても用いられた。施設修道院においては、その所有者がしばしばフォークトとなり、修道院改革の後もこれを保持した。重要な修道院朝食のフォーク隊の支配において、起こった中央の王権と、教会、在地貴族の間の三つどもへの争いが、貴族の特権を定着させた。ヒルシャウ修道院規定では、 カルフ博、アダルベルトを修道院の代弁人として承認しており、10世紀以降、フォークとの地位が貴族の世襲となることがドイツの各地で定着し、フォークとはその権力と領土を広げるためにその地位をしばしば利用し、時には教会の財産を奪うケースもあった。オーストリアにおいては、個人が教会の財産を犯してはならないとする、教会法に基づいた協議に、貴族は しぶしぶ従っていたに過ぎなかった。代弁の権利は13世紀から14世紀にバーベンベルク家やハプスブルク家と結びついた修道院によって再びもたらされた。フォーク隊の廃止によりその地域の裁判権に代わりオーストリア公により守護されることとなった。帝国フォークとは帝国領や皇室所有の修道院において行政と裁判を司さった。 帝国直属の役人であった。帝国、フォークトの拠点はしばしば帝国自由都市に置かれた。帝国都市が独立性を強めていくに従い、帝国フォークトは都市フォークトとラントフォークトに分かれていった。都市フォークトは中世後期までには帝国都市に置かれるようになり、これによりさらに帝国都市の独立性が強まった。一方、 ラントフォークトの大半は、その存在意味をなくしていき、白や公などの在地貴族の存在によりその数は減少していった。十都市同盟の十の帝国都市からなっていたアルザスは、そのフォークトの地位は1648年にフランス王に譲渡されたが、これらの帝国都市は新生ローマ帝国の一部として留まった。しかし、すぐにフランス領に併合された。主に、 シュバーベン・クライスにあった、いくつかの小さなラントフォークとは、1806年の帝国解体まで存続した。18世紀のスイスにおける、共同主権地申請ローマ帝国の影響下にあった、旧スイス連邦では、帝国大官や上位大官、畑氏が統治する上位大官地と、在事大官が統治する在事大官地とがあった。リヒ州リューティにある旧大官庁舎上位大官や、 畠岸はたは、都市に居住し、都市の議会によって選出された。大官地には決められた日に訪れ、裁判や修正を任務とした。一方、大官地には、海大官と呼ばれる、補佐官がいた。在時代官の称号は1415年に初めて見られる。在時代官は、在時代官地を統治し、在時代官地の主権州を代表するか、あるいは大官地がいくつかの州にまたがる。 共同主権地の場合は、それを統治する立場にある連邦政府、またはその下部組織の代理をしていた。在時代官は大官地に永久的に居住しており、多くは城に居住していた。共同主権地の場合は、共同主権を有する州が2年交代で在時代官を指名していた。しかし中には、例外的に在時代館地の住民が在時代官を選ぶことが許される場合もあった。 特にオーバーハスリは、ベルン州に従属する領域であったが、軍事同盟者としての特別な地位を認められていたため、在時代官を住民が選んでいた。在時代官制は、ヘルベティア共和国が建国された1798年に廃止された。ありがとうございます。